新宿2丁目ゆまチャンネル、ザルザレー。さあ佐藤ちゃん、はい、今日はですね、前回もさせていただきました NHK の朝ドラ101作目となります戸田恵梨香ちゃん主演のスカーレット、第2週目をあらすじ振り返りさせていただけたらなと思っております、まあ、今回はですね、10月7日から12日土曜日の放送週なんですけども、テーマが意地と誇りの旅立ちと、旅立ちっていうタイトルがすごく気になってたんですけども、まあ、2週目は信楽で初めて冬を迎えたキミコがですね、主人公ね、父庄司北村和樹さんを探して借金取りが信楽まで追っかけてくるわけなんですよ。ほんで間一髪で、川原家、そのキミコの実家というかね、あの引っ越してきた家を訪ねてきた相馬総一郎の柔道に助けられると、もうやっつけられるんですけど、借金取りが。それがきっかけでキミコは同級生たちと一緒に草場から柔道を習うことになります、で5年後ちょっと飛ぶんですけども、キミコは戸田恵梨香さんがここやっと出てくるんですよ、この2週目から、で中学卒業を控えていました。で父親の庄司が見つけた仕事先は遠い大阪を見つけてきたわけなんですけども、それまでに信楽のその大島優子ちゃん、演じる照子の実家が有名な鎌屋さんなんですよね、信楽にある。そこに就職が半分決まってたんですけど、ちょっと断られちゃうんですよ、やっぱ女の子じゃその当時無理だっていうの でショックになってる時に、やっぱ働いていかないといけないし、家を支えていけない、行かないといけない長女ということもあって、父親が大阪にっていうあの仕事先を見つけてくるわけなんですけども、で最後キミコ別れる時にキミコが大島優子の演じるあの照子ちゃんと柔道勝負を持ちかけて、キミコとテルコと、あとここだよ、ここでよ、出てくた林遣都くん、もう新作っていう名前なんですけど、もうね、学ラン姿も可愛いの。やっぱね、すごい役者さんって すげえなと思って改めて、あんだけおっさんの中で私林遣都くんにやられてるのに、全然違う人やもん、びっくりするよ。その林遣都くんも含めまして、大島優子さん演じる照子で、キミコ、その、戸田恵梨香さん3人が幼馴染なわけなんですけども、泣き笑いの最後の時間を過ごします。そしてその夜キミコはですね、あの父親の庄司にずっと信楽にいたいと、もうねこのシーンがすっごく良かったです。正直別れの大島優子さんの、柔道終わった後にいやいやって言って別れたなみたいな、泣くシーンも大島優子ちゃんもすごく涙きれかったし、そこで照れ笑いで結構勝ち気なシャイな性格をするキミコは、へえ、もう別れやわみたいなこと言うんですけど、家帰るとやっぱり離れたくない。でお風呂入る父親庄司に向かってキミコは外から薪を入れながら、やっぱ私は信楽が好きや、家族と降りたい、離れたない、ここで働きたい、見たことずっと言うんですよ。そのシーン素晴らしくよかったですね。また何カット何シーンしか撮ってないのに、戸田恵梨香ちゃんあの綺麗な涙を流せるっていうのが素晴らしいなと思った。今回は振り返りでいいシーンっていうのは、そのやっぱお風呂のシーン、ほんでけどやっぱりそれはいかなあかんみたいなことでやっぱお父さんに言われちゃうわけなんですよね。で涙がらに訴えるも願いは叶わない。旅立ちを前にキミコは夕日が美しい丘で焼き物のかけらをこう見つけますと、それを大事に眺めているところで最後終わっちゃうわけなんですけど、次週3週目からはちょっといやいやって言った表現あれですけども、やっぱ大好きな信楽焼き物をちょっと置いといて、やっぱお金を稼ぐ仕事というので、やっぱその当時色々出稼ぎに行った大阪の方での生活が始まります。またこの大阪ではやっぱり大阪出身の役者さんがいろんな方がまた出てくるの、面白いのよ。久々ちゃうかな、朝ドラで言ったら花輪明子さん、とか水野美紀子さん、あと溝端淳平君なんかも関西出身ですからね、あと西川貴之さん TM レボリューション、そう、あと TKO の木本さんなんかも結構朝ドラね結構出てますけども、今回も出られるということでございまして、また第3週目はだんだんとこうやって大人になってきたキミコが大阪で一人で出てったところで、どういった人間関係、人生模様が現れる
と信楽、信楽焼きをテーマにしてるのにちょっと違う関西大阪に行っちゃう。いつまたどのきっかけで信楽にまたこうルーツが戻ってくるのかっていうのが気になる第3週目、うん、まあ、すぐ戻ってくるかどうか分かりませんけども、そこら辺もちょっとチェックしながら皆さんも朝ドラスカーレット楽しんでいきたいなと思っております。さあ、ということで今回はスカーレット第2週目あらすじ振り返りさせていただきました。 NHK 朝ドラ大好き芸人ゆまがお届けしました。皆さんこの機会にチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。